はい、ムキムキ、オッケー。はい、本日はですね、不可能を可能にした男の話をしたいと思います。はい、このチャンネルは私、平成元年生まれ、ムキョがロレックス定期店で GMT マスター2を購入する奇跡を話すチャンネルでございます。チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。一皮むけます。金目持ってるけど、ね、というところで、ございます。はい、本日につきましては、もう不可能をね、可能にした男、視聴者さんなんで、男っていうのはあれなんですけども、本当ね、すごい方。こちらのね、方の紹介をしたいなと思います。もうそんなん絶対無理だろって言われてたことをね、可能にされた方がおられますので、その人の話をしていきたいなというふうに思います。はい、このチャンネルではですね、皆様のね、情報をもとにロレックス GMT マスター SS マラソン中の私がですね、頑張っていっているチャンネルでございます。時々ね、入荷情報だったり時計にまつわるね、ものの情報とかいろんなの上げていきますので、よければチャンネル登録お願いしますというところでございます。はい、何が起きたかと言いますと、 GMT 探されてたんですよ、その視聴者さんね。視聴者様が GMT 探されてました。で、その中でデイトナ買いましたっていう話。すごい、すごすぎる。デイトナ買えましたっていう話です。何がそのね、不可能かっていうとこなんですけれども、昔ね、私が GMTSS 探してた時に、まあ、今探してた時っていうか今も探してるんですけれども、その時にライブとかで私言ったんですよ。GMT マスターがね、探してる時にデイトナ出てきたらどうしようって。やっぱりね、価値なんかもう、そのね、資産価値みたいなのがめちゃめちゃ高いじゃないですか。まあ、そういうのを狙ってるわけじゃないんですけども、やっぱそういうのをちょっとやっぱいろいろ考えちゃって、結局ね、なんか買っちゃうんじゃないかみたいな話をしたことがあるんですけれども、視聴者さんに言われました。それは絶対にないから、100% ないからって言われて、あ、なら安心ねっていうふうに私はちょっと思ってたんですけれども、今回その常識を覆した方がおられます。はい、その方がね、買われた時計が、はい、こちら、はい、ドン。すごい、もう素晴らしい、もうかっこいい。かっこいいっていう話で、はい、デイトナのコンビ買われております。はい。で、じゃあね、視聴者さんのちょっと話なんですけども、まあ、第一希望でね、GMT の SS を、まあ、探されてて、で、まあ、第二希望デイトナというところで、第二希望デイトナコンビというところで伝えられていたみたいです。で、そういう中で、まあ、GMT がないんですけども、案内されてデイトナを購入することができたという話です。だから、GMT 探しててもデイトナ買えないっていうわけではないということでございます。でもこれあれですかね、やっぱ視聴者様がまず、やっぱね、他のね、ロレックスも買われてるんですよ。はい。これってね、やっぱ結構なんか最近思ってきたな、なんか1本ぐらい持ってたらもういいのかなっていうふうにちょっとね思ってくるとこもあるんですけど、まあ視聴者様っていうのは多分ロレックス正規店でのまあね、お客様ランクみたいなのめっちゃ高いんじゃないですかね。で、そういう中で GMT 探してますからの第二希望デイトナ、あ、じゃあ今デイトナありますから、買いましょうっていう話になったんじゃないかなっていうとこですね。だからまあ必ずしもその GMT 探してるからって言ってデイトナが出ないということはないということでは、分かったんですけども、やっぱりそれはね、お客様のね、そのランクを、やっぱ上げるっていうのと、やっぱその信頼関係とか、そういうのね、作っていく必要があるんじゃないかなというふうにちょっと思いました。まあ常識を覆した方ですよね。完全に。まあ私もね、GMTSS 探してて、スカイドウェラー SS 出てきたりもしましたので、ちょっとね、そういうのもありますから、まあちょっとね、諦めずに行こうかなと思います。で、もう次レアモデル紹介されたらね、なんかちょっと、ちょっと考えますね。まあこれはライブ等でもちょっとね、いろいろ話していきたいなと思うんですけれども、まあ今後のね、ロレックスマラソンのやり方とかもちょっと考えようかなというふうに思いました。まあね、今カタログあるんでね、ちょうどカタログあるんで、まあどんな時計か、どんな感じかと言いますね、もう本当に。はい、こちらのモデルですよね。もう非常にかっこいい。コンビかっ
こいい、マジで。デイトナコンビ、かっこいい。ああ、これも素晴らしい。で、これね、値段、これこの前、ね、値段が、上がったじゃないですか。4.7%、平均で 4.7% 上がったんですけれども、その値段で、まあ、現在の価格、まあ、これ、ロレゾールですね。18金のイエローロレゾール。これ、コンビっていうのは、まあ、それ通称であって、正式名称ロレゾールと、これロレックスの造語らしいんですけれども、これロレゾールと言います。はい、こちらね、値段がね、1,934,900円。そんなに、ちょっと、私も、まあ、全然ただの庶民で、まあ、ちょっと最近頭いっちゃってる感じの、庶民なんですけれども、これ見て思ったのが、あれちょっと安いなって思っちゃいました。デイトナのコンビって200万切ってるんだなってね、ちょっと思いました。もうめちゃくちゃ最高じゃないですか。でもね、やっぱね、並行価格見るともうね、やっぱね、300万近くいってますね。もう値上がりも100万以上してるような超激レアモデルでございます。はい、こちらの方はね、視聴者さんも買われております。いや、本当に素晴らしい。だからね、本当に今回思ったのは、別にその GMT 探してるからってデイトナがまあ出ないことはないというのはまあ証明されたんですが、普通の方、もうゼロのロレックス、私ならね、ロレックスランナーであったり、まあ転売ヤーにはそんなね、なかなか厳しいところはあるのかなというふうにはちょっと思いました。まあそう考えた時に、まあ私がちょっとね、次、ね、行けるとこっつったら、やっぱりその、こちらのね、GMT 買ったね、宮崎とかね、結構ね、宮崎の日高屋さんとか、結構ね、素晴らしい、お店でありますので、そこにちょっと私希望もあったりするのかもしれません。まあ、ここまでね、やっぱあんまり買えないのが続くとね、ちょっとね、私も、まあ、日本全国、今後はね、動いていこうかなというふうにも思ってますので、まあ、そういうね、お得意さんの店においてロレックスマラソンするっていうのもちょっとは考えてます。ただ今のところはやっぱり今ね、こんだけ接客していただいてる、いつも通ってる正規店においてね、購入したいなっていうのもありますので、はい、そこはね、ちょっとまあ状況によってね、変えていこうかなというふうに思っております。はい、まあ、こんな感じでね、視聴者様からね、めちゃめちゃもう最高の情報くれますから、もう今回興奮しましたよ。コンビって、コンビの写真、これ出していただい、出しても OK だよっていうところで今出してるんですけれども、ほんと興奮しました。なんかね、嬉しいですね。その、自分が買うだけじゃなくて、こう皆様が買われてるのもめちゃくちゃ嬉しいんで、まあそれ見せてもらうっていうのもめっちゃ嬉しいし、ほんともう最高なんで、まあぜひね、視聴者様次、多分、私より先に GMTSS 買えそうですね。制限モデルとかではないと思うので、はい、買えると思いますので、いやー、頑張ってほしいですね。まあ私も、はい、頑張りますよ。本当に。いやー、とてもね、やっぱ GMT かっこいいからな。まあ本当、一生の目標として、本当今ね、GMT 狙ってますので、はい。今回本当勇気が出ました。はい、そういうのもあるんだなっていう、はい、ありましたので、ちょっと、まあ、本当に参考になりましたので、本当にありがとうございます。はい。まあ、今後もね、私、頑張ってマラソンしていきますので、ぜひ応援の方よろしくお願いします。もしね、この動画が面白いと思った方はね、チャンネル登録、グッドボタンしてね、応援していただければと思いますので、よろしくお願いします。本当に、視聴者さんおめでとうございました。はい。以上です。ムキムキオッケー。ではまた。